入嚢信号の無痛分娩大学院へようこそ。いよいよスキルの話に入ってまいります。技術ですね。はい、今日はチャプター十九の局部深層麻酔のコツはっていうのを解説したいと思います。はい、それでは早速始めたいと思います。局部のコツなんですが、皆さん実は若い先生に指導するときに局部から教えてませんか。 これは実は実間違いなんですねえ。バックワードチェーニングという言葉をご存知でしょうかね。まず曲間、ね、場所の動貞も含めて曲間をして硬膜外心で戦取をしてロスオブレジスタンスで硬膜外空の確認をして最後にカテーテルを挿入するという順番で教えていくと思うんですが。 実はですね、これは逆から教えた方がいいというふうに言われていますバックワードのこう連なりチェーンのように連なっているこの主義なんですけども逆から教えるつまりカテーテルの挿入をやってごらんとできるねそしたら、えー、ロゾブレジススタンスで、えー、大人体をを貫いいて、甲膜外空に到達すす。るっていうのを経験させますそれができたらやっと曲曲をしたところから硬膜外心をまっすぐ進める。 ということをやっていただいて最後に場所の童定も含めた局所浸潤麻酔という順番がえ正しい指導法だと考えています。はい。で、まずですね、準備していただくものは23ゲージよりも23ゲージもしくは23ゲージよりも細い針ですね。で、あまり長いのをお勧めできませんね。ね長いとそのまま 脊髄、雲真っ赤くまでいっちゃう場合もありますので、あまり長い針はお勧めしません。それで局所浸潤麻酔のお薬なんですが、一般的にはですね1%のリドカイン、1のリドカイン商品名は1%のキシロカイン、あるいは1%のメピバカイン、商品名は1%のカルボカイン、ね、メピバカインという商品もあります。こういった早早くくく効くそして早く えー、おっしゃるとされるような局所麻酔薬を局所真珠麻酔では用いることが多いです。ね、で場所の動貞、ね、無痛分娩、ね、L の34から選出した方がいいですよカテータル挿入した方がいいですよと言いましたがこの L の34ね、えー、場所の動貞はもう手前であの動画で言いましたが、えー、一般的に極特旗 L3 と L3 の極突起と L4 の極突起の間をこういうふうにですね極突起がこうありましたらこういうふうにこういうふうに間をこう直進すると思うんですけどその間に局所浸潤麻酔をえこうやっていくんですが極突起ちょっと分かりにくいですよという方がねいらっしゃると思うんですそういった時どうするかこれコツなんですけど私がやってる親指法というのがありますもう こう押す力は人差し指と中指よりも親指の方が強いですので親指で L4 だろうと L4 の曲突起だろうというところグーッと押すわけですグーッとってここと思ったらその右側その等速の柔らかいところに曲間をするとでその時針で奥の構造をイメージする、ね、サウンディングと言います、ね、ウルトラサウンドのウルトラを取ったやつですねサウンディングをして、えー、奥の 構造を、ね、皮下脂肪があります人体があります骨ではありませんというのを確認してそこから狙うという方法親指法といいますがそういったこともできますで実際の局所浸潤麻酔のえ極麻薬を注入する時なんですが皮下が一番神経あの繊維がありますので痛いわけですね皮下がなのでそこにふんだんに極麻をえ注入するんですけども えー、防流を作ることをお勧めします、ね、防流を作ること、それが一番痛みが取れるので防流を作ることをお勧めするんですが防流を作ると曲感がわかりにくくなりますはい。でどうするかというと一旦防流を作っておいてその後ガーズでぐーっと圧迫してえー、膨らみを取り除いてね、曲が入ってますから効くわけですで、膨らみを取り除いて L-34 のの追感がまたわかり 良くするということをやっています。はい。ね。で、曲馬のこう弦子の角度なんですけど、よく倒足にね、めちゃめちゃ振る方いらっしゃいます。ね。基本的に l ルの三四からだと垂直に入ることが圧倒的に多いですので、あまり倒足に振ることはお勧めしません。はい。で、えー、なかなかこう曲突きね、先ほどの親指法を使う,ように極突きの曲感がわからないので。 L4 の等速からちょっと曲間を入れますというような時はえその後ちょっと探るかも硬膜外心で探るかもしれないので、えー、広めにえ極小麻酔薬を浸潤させておくということが望ましいですでこういったことをせずにですねまっすぐシュッと極小麻酔薬を浸潤させただけなのに硬膜外空に到達できないからといってこういろんな角度を探る。 いいいいらっしゃゃゃまますす、が、これめちゃめちち痛いと思います普通に。当たり前ですよね。18ゲージよりも大きな針で、え曲間してないところをゴルこう探るなんてありえません。ね。挙句の果てにはそこで動かないでね、なんていうのはもうとんでもないことなんで、そういったことはやめましょう。ね。曲間が実は一番難しいんです。ご理解いただけましたでしょうか。バックワードチェーニング。覚えてください。じゃん